こんにちは、動画編集者の森スクです。今日はこんな感じに画面のビフォーアフターを表示する方法について説明したいと思います。結構前からこの方法僕使ってると思うんですけど、結構コメント欄でこれ教えてくださいって方がいたので紹介したいと思います。まあ今回はですね、簡単な初心者編みたいな感じになってますので、お気軽に挑戦してみてください。それでは早速画面操作の方行ってみましょう。それではどうぞ。はい、それでは早速説明していきたいと思います。まずですね、カラーグレーディングしていきましょう。まあその際はですね、調整レイヤー使ったりとか直接やったりとか何でもいいです。はい、結構ねがっつりこってりとグレーディングしていました。ビフォーアフターって感じですね。まあ、ちょっとやりすぎ感あるんですけど、今日はわかりやすいからいいかなと思います。で、これどうやってビフォーアフターするのかというと、まず調整レイヤー作った場合ですね。調整レイヤーを選択して、モーションのこの位置をこう動かすことによって、あとはわかりますよね。こんな感じで、動かせますので、2秒後に適用したいのであれば、2秒のとこに位置のキーフレーム打って、で、一番最初のとこで、これ。これを一番左まで持ってきます。まあ、見たらわかるんだけど、-960 ですね。X 軸が。で、これで再生すると、はい、こんな感じでね、カラーグレーディングすることができました。はい。まあ、これだけなんですね。めちゃくちゃ簡単ですよね。で、よくね、外枠つけて、文字つけて、カラーグレーディング前、カラーグレーディング後ってよく僕やってると思うんですけど、そのやり方も説明したいと思います。はい。で、エッセンシャルグラフィックスでテキストをとりあえず打ちます。で、画面の右上に持ってきます。で、ちょっと見にくいんで、塗りを、グレーっぽくして、で、シャドウを白にします。はい。こんな感じでね、見やすくしました。で、さらに外枠作っていきます。ここの新規の長方形。はい。で、これで境界線にします。境界線、ちょっとわかりやすい色にしておきましょう。こんな感じで。で、サイズは10とかにして、これを大きくします。でまずこのね、整列と変形で上、左、揃えにして、右にバーって引っ張ってあげます。で、右下をぴったり綺麗にはめてあげます。こんな感じですかね。はい。調整して、こんな感じに外枠作ったので、あとは、この、調整レイヤーと、この文字を一緒に動かすだけですね。まあ、この文字と外枠一緒に動かすのであれば、エフェクトコントロールの、このグラフィックのベクトルモーションの位置を動かすことによって、外枠と文字一緒に動かすことができるんですけど、下の映像、カラーグレーディング この調整レイヤーですね。こちらも一緒に動かしたいので、この調整レイヤーの、位置とカラーグレーディングのこの文字ですね。文字のベクトルモーションに1。で、一番端に戻って、-960。下も -960。まあ、こうすることでね、こんな感じで、はい、ビフォーアフターの絵を作ることができます。今ですね、調整レイヤーのところにキーフレーム打ったんですけど、もう一個やり方があります。下の素材を複製します。右クリックして、一つのトラックを追加。で、一番下の素材をオルトキーを押しながら、一個上にドラッグ&ドロップ。そうすると複製することができます。で、複製したら調整レイヤーと一緒にネストします。このネストされたシーケンスがカラグレした素材になっています。これに、クロップを追加します。まあ、クロップを追加するとですね、こんな感じで、わかります。さっきのね、モーションと一緒なんですが、パーセンテージで表示することができます。例えばですね、右のところを 50% にすると、ちょうど真ん中でビフォーアフター表示することができます。まあ、このね、モーションの位置とかもちゃんと数値入力したらいいんですけど、まあ、こちらちょっとわかりやすいかなって思います。で、クロップじゃなくて、これですね。ペンツールとかでもビフォーアフター表示はやろうと思ったらできます。こんな感じで、ペンツールで、ほい、ほい、こんな感じで囲みます。まずね、斜めに囲ってあげたら、こんな感じで斜めでビフォーアフターすることができます。で、マスクの境界線とかも0にすると綺麗にぴっちり斜めで切ることができます。で、もちろんこのマスクをですね、一番最初マスクパスをこんな感じで一番左に持ってって、まあ、こんな感じで、はい。斜めにね、持ってくることもできます。今途中までしか持ってきてなかったんですが、左のここ伸ばしてもらって全体に被せることもできます。まあ、こんな感じでですね、ビフォーアフターの表示の仕方何通りもありますので、ぜひご自身で使いやすいものを使ってみてください。
はい、いかがだったでしょうか。まあこんな感じでね、ビフォーアフターの映像を簡単に作ることができます。まあこれ使う方はちょっとね、その僕みたいにチュートリアル出してる方だったり、まあ商品紹介でこれを使ったらこんな風になりましたみたいな、お肌が綺麗になりましたみたいな、そういう時に使えるのかなって思います。まあ実際にこれね、実写の映像だけではなくて普通のアニメーションとかの映像にも使うことができますので、ぜひ挑戦してみてください。何か分からないことがありましたらコメント欄からお願いいたします。チャンネル登録と評価のもぜひよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。